今回はレチノールについてのお話をします。はい、皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。今回はね、インキーリストとそれからグランアクティブレチノイドのお話をしていきたいと思います。韓国のスキンケアプリトーのサンスクリーン SPF 表示が間違っているということを暴いたインキーデコードというウェブサイトがありまして、そちらのねインスタ投稿で流れていた他の投稿で、インキーリストのレチノールの話があったんですね。で、そちらについてのお話です。まずはインキーリストのお話からいきましょう。インキーリストのレチノールにはレチノール 1% が含まれていると思っている方が多いと思うんですよね。実は私もねそう思ってました。でも、そうではなくて、まあ、こちらはね箱にもちゃんと書いてあるんですよね。安定化レチノール化合物であるレチスターを 1% 含んでいるとちゃんと書いてあります。ついついね、ここにレチノールって書いてあるし、レチノール 1% なんだろうなっていうのが購買者の、まあ、思い込みというか思っちゃう感じですよね。キーイングリディエンツとしてはウェブサイトに載ってるところでは 1% のレチスタースタビライズとレチノール、安定化されたレチノール、それから 0.5% のグランアクティブレチノイド、こちら、グランアクティブレチノイドは略して HPR と言います。そしてスクワランが配合されています。で、この 1% のレチスターというのが話題になってまして、まあ、商品をミスリーディングしているというふうに言われたりもしています。レチスターとは何ぞや、こちらはですね、まあ、レチノールは pH 調整、光、酸化、熱に対する安定性の確保が難しい成分で配合が難しいんだそうです。で、レチスターは主成分であるピュアレチノールの他にビタミン C、ビタミン E が適切なバランスで含まれているために安定性を保つことができて、化粧品処方に配合しやすくなっているんだそうです。レチスターのメーカーである BASF によると、 1% のレチスターは 0.05% のレチノール濃度に相当するんだそうです。ですので、インキリストのこちらのレチノールに含まれるレチノール量は、まあ、思っているよりもはるかに少なく 0.05% ということになります。それプラス 0.5% のグランアクティブレチノイド、私いつもグランアクティブレチノイドって言っちゃうんですけども、まあ、カタカナにするとグランアクティブレチノイド、別名ヒドロキシピナコロンレチノエイトですね、を含んでます。で、ここで一旦話をグランアクティブレチノイドのお話にします。こちらもインキーデコードによる情報なので概要欄にリンクを貼っておきます。興味がある方はぜひご覧になってください。グランアクティブレチノイド、またの名をヒドロキシピナコロンレチノエイド、長いので HPR と言いますね。この HPR はスキンケアの王室、まあ、レチノイド系ロイヤルレチノイドファミリーとした場合、グランアクティブレチノイドは新しいメンバーとなります。で、このロイヤルファミリーの女王は誰かというと、 FDA 認証のアンチエイジングのスーパースター、レチノイン酸、別名トレチノイン、こちらは処方箋でもらえるものです。だとすると、このグランアクティブレチノイド HPR は女王の姉妹プリンセスであるように見えるとインキデコードは投稿してます。で、こちらの HPR、こちらのメーカーが言うにはですね、 10% の活性物質、レチノールの物質ですね、と 90% のジメチルイソソルビドと呼ばれる溶剤でできているんだそうです。なので、製品が 2%、こちらのようにグランアクティブレチノイド 2% マルジョンの場合、 2% のグランアクティブレチノイドですよと言っている場合は、それは 0.2% の HPR と 1.8% のジメチルイソソルビドが配合されているということになるんだそうです。で、 HPR の大きな特徴はレチノイン酸と同じように効果があり、だけども刺激が少ないということです。ただ、グランアクティブレチノイドはまだ新しい成分で研究が十分ではなく、まあ、多くの研究が行われていないと。ただ分かっているのは、レチノールよりも優しく刺激が少ないということです。これを使っていてレチノール反応が出たことは一度もないですね。こちらもないです。なので、敏感肌やレチノイドに慣れていない方はグランアクティブレチノイドを使うのがとてもいいと思います。
で、オーディナリーのウェブサイトでもグラナクティブレチノイドの方を押してますよね。こちらの方が刺激は少ないということで、なので覚えておいてほしいのが、グラナクティブレチノイドとあった場合は書いてあるパーセンテージ 2% から10で割る、でそれが実際の有効成分に当たると覚えておいてください。で、インキリストのレチノール、あ、そうそうそう、確かカナダでは、ね、もうレチノール買えないんですよね。カナダはオーディナリーの AHA も買えないし、確かレチノイド商品も買えないはずですね。なんかもう、レギュレーションの方で化粧品扱いにはもうならないのかな、医薬品扱いになるのかな、というようなことをなんかちょっと、聞きました。で、私がこの間買った在今まで在庫で持っていたのがこちらで、そう、こちらはこうなってるんですけども、新しくこの間買ったセールの時に買ったのにはこういうふうにシールが貼ってあって、メイドインカナダだったのが今ではメイドイン USA になってます。こんな感じですかね。はい、でもそれではちょっとインキリストの方にお話を戻します。で、一見インキリストのレチノールですが、グラナクティブレチノイドが 0.5% 配合となってますので、割る10で 0.05% ということになります。なのでレチスター 0.05 と合わせると、結局トータルでレチノール有効成分は 0.1% となります。まあ、レチノール 1% かなと思っていた方には 0.1% しかないのっていうふうに、まあ、思われるかもしれません。まあ、非常に穏やかなレチノールということになって、まあ、ビギナーの方とか、まあ、初めて使うという方には、いいと思います。で、レチノール経験者の方には物足りないでしょうから、もう少し強いものを使った方が効果は期待できると思います。 0.2% から 0.3% の範囲で効果が出ると言われています。で、 0.2%、まあ、これ余談なんですけれども、 0.2% のレチノールは 0.025% のトレチノイン、こちら処方箋でのみ利用可能なレチノイン酸ですね、と同じぐらいアンチエイジングに効果的だと言われています。はい、こちらまとめに入ります。個人の感想になりますのでご了承ください。はい、で、インキリストのレチノールセラム、こちらは、レチノールの、ね、刺激が怖いな、レチノール反応が怖いなという方には、おすすめできる、とても弱いレチノールだと思います。で、まあ、こちらグラナクティブレチノイド 2% の方も、まあ、実際は 0.2% ということで、2つとも、まあ、両方とも弱いですね。両方ともレチノール反応全く出ません。私には全く今のところ出てません。何の反応もなくて、まあ、毎日使える安心なレチノールです。なので私はですね、ドランクエレファント、こちらはピュアレチノール 1% 配合しているので、まあ、ドランクエレファントのウェブサイトに載ってる、まあ、スムージー、この3つを週1で使ってます。このマヌラオイルとこのB ですね、ビタミン B のこの2つをね、ちょっと多めに混ぜると、そんなにドランクエレファントの方も刺激が強くなくて、結構使えます。まあ、ただちょっと私これ買ってもちろん 2,3 ヶ月以上経っちゃってるので、レチノールはやっぱり不安定なので、冷蔵保存、開封したら冷蔵保存で 2,3 ヶ月以内に使い終わった方がいいそうなんですよね。だからまあ、これはちょっともう使用しない方がいいのかなと思ってます。なのでちょっと今ね、新しいレチノール 1% ぐらいのちょっと強いレチノールを、買いました。なので週1でそのちょっと強いレチノールを使って、まあ、こちらを毎日使うというふうに今しています。まあ、こんな感じですかね。まあ、でも私もね、グラナクティブレチノイドの話とかこちらの、レチスターの話を知らなかったので、こちらちょっといい情報だなと思ってシェアさせていただきました。またね、新しいレチノール使い始めたらそちらのレビューもご紹介したいと思っています。それではまた来週。さよなら。